こんにちは、心理カウンセラーの高森です。営業先で極度に緊張し逃げ出したくなりますという相談を受けることがあります。これはいろんな自分の思いが絡まり合って、そしてテンパってしまって真っ白になるという状態ですね。一つは営業先ですから、ちゃんと話さなければいけないですとか、あるいはここできちんと売り上げを立てなければいけないと思ってしまったり、あるいはそれ以前に相手に嫌われているとか、相手がちゃんと聞いてもらえてないとか、いろんなことがぐる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 回っているんですね。いずれにしても自分自身に高い状態っていうのを強いてしまって、そしてどうにもこうにもっていうことでパニックっていう感じになっていることが多いですから、こういった自分に押し付けている基準っていうのを和らげていくっていうことが一番大事ですね。例えばちゃんと話せなくてもいいやとか、相手に伝わらなくても自分としてはしっかりやったからやむを得ないとか、いろんなところでうまくいかないっていうことに対してある種の開き直りっていうんでしょうか、そうあっても構わないじゃないかみたいな、そういったあの器みたいなものが少しずつ作っていけると、だんだんいろんなことに動じなくなってきて、プレッシャーもかかなくなりますから、むしろ自然体で話せることで制約率が上がっちゃったりするってこともあるかもしれませんね。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。